住林寺は京都大原のお塩にあります。平安時代の歌人在原業平は晩年ここに生活していて、別名業平寺と呼ばれています。寺は嘉祥3年850年、門徳天皇の妃である染殿皇后藤原の明恵子に世継ぎが生まれなかったため、伝教大師作で木造の延命地蔵菩薩を安置し、世継ぎ祈願を行ったのが始まりと言われます。めでたく王子後の清和天皇が誕生したため、門徳天皇は延命地蔵を本尊として祈願所とされました。業平御殿内部には極彩色の王朝絵巻の襖絵や展示物と奥の間には仏殿があり、そして三方俯瞰の庭に面しています。三方俯瞰の庭は寛延3年1750年右大臣藤原常政が本堂を再興した時に作られたものです。高廊下、茶室、業平御殿の3箇所から鑑賞ができ、見る人にさまざまな思いを感じさせるので心の庭と呼ばれています。庭の業平桜は樹齢200年のしだれ桜で、枝を大きく広げて咲くことから天外の桜と呼ばれます。住林寺は応仁の乱で焼失し、本堂は藤原常政が再建しました。屋根は宝蓮型という神輿を形取ったもので珍しく、市の文化財に指定されています。業平は50歳を過ぎた頃から住林寺に生活していたために、今でもゆかりの史跡と桜が残っています。業平は元亨4年880年5月28日56歳で亡くなり、寺では
三元による独特の照明で法要が営まれています。平安時代の歌人で、また伊勢物語の主人公の在原成平が晩年に隠棲し、塩焼きの風流を楽しんだと伝えられ、裏山にはその旧跡があります。そしてこの辺りの地名おしほはこの故事に由来しています。成平のゆかりの旧跡を残す成平寺の三方俯瞰の庭に咲く成平桜は、今年も見事な景観を見せてくれているのです。